さあどうもこんにちは、モータージャーナリストのゴミヤサガです。今日のイーカライフ動画はですね、日産本社に来ておりますよ。またでちょっとこの日産アンビション2030って今日発表されたんですけど、まあ編集ここから1週間ぐらいはかかると思うんですけれども、ちょっと日産はですね、2050年段階で車を廃棄するところ、作るところから廃棄するところまで含めた上で、まあカーボンフリーもちろん狙ってはいるんですけれども、それの中間戦略ですよね。ある意味2030年段階でこの状態にないと、まあその2050年段階クリアできないぞみたいな形に、もう長期ビジョンも組まれているので、なのでその中期ビジョンというんですかね、2030年、まあ、これから約10年後ですよにこうなっていきたいっていうところを含めた上で、コンセプトモデルも含めていろいろとちょっと動きがあったので、まあ、今の日産っていうようなテーマで、まあ、アンビション2030で発表されたんですけど、ちょっと僕の今日の動画としては今の日産っていう形でちょっといろいろ紹介ができればなと思います。でもう先ほどから映ってますけれども、ここにあります、これ何かっていうとコンセプトモデルです。名前ありますけど、チルアウトになります。ちょっとね、なんかかっこいいでしょこれ。後ろのテールライトとか2本線3本線だから、これ日産って表してんのかなっていうのもちょっとね思うところですけども、しかもこのね、映るかな、今日ステージ登っちゃいけないので、このね2本線3本線でここにも日産みたいなね彫りがあるんですよ。ちょっと写真で後でよく写ってたらちょっと差し込みたいと思います。でこれね、フロントもなんかかっこいいでしょ。もう完全なるコンセプトモデルですよ。あのミラーとかどうしたんだなんだとか、まあそういうのはもうちょっと今置いときましょう。もう完全なるコンセプトモデルです。でもこれかっこいいですよ。エンブレムがね、なんか浮いた形で見えるんですよ。もうちょっと回ってくるとよくわかる。もう先にカメラ動かしちゃうかな。ほらほら、なんかエンブレムが浮いてるみたいでしょ。ほら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 、これ今すぐにでも欲しい。でここにほら、日産ってなんかほら2と3、これゴミだから53みたいなのとなんか一緒な感じがする。はい、親戚みたいな。僕も5本線と3本線で自分の名前表してみようかな。やってみよう、今度ちょっとデザインしてみよう。で後ろはもうね、すっごいディフューザー形状、はい、すごいでしょ。まあコンセプトモデルなのでね、はい、日産5本と3本でゴミ。あ、今度本当やってみよう。かっこよさそうじゃないですか。こちらがまあコンセプトモデルチルアウトですけれども、将来的にどういう車につながるんだって、まあこれクロスオーバー車ですよね。ある意味ホイールものすごいでかいですけれども、バッテリーが敷き詰められていて、まあ低重心軽量化、まあさらには重量配分の良さ、まあそういうのも使いながらというところだと思いますけど、まあ CMFEV プラットフォーム、アリアがまあそのプラットフォームを使っているので、それを使いながらこのクロスオーバー車、ちょっとコンパクトだと思います。少しでも EV なので、ホイールベースは少し長いんじゃないかなと。ある意味オーバーハングが少し短くなっていると思います。だからこういう完全 EV プラットフォームのメリットを全力で出した形で、じゃあこれが何のモデルになるんだっていうと、モデル的にはサイズ的にはちょっとだからノートとかそういったあたりの EV 化いろいろ考えていくと、結果としてだからこれ多分3代目リーフにつながるんじゃないかなっていうのが勝手なる読みなんですけど、あのイギリスのサンダーランド工場で、まあ磁気型 EV 要はリーフですよね、が生産っていう話もいろいろあって、そのタイミングでこういうコンセプトモデルが出てきてって、なんかそのあたりがちょっとなんか兼ね合いとしてはなんかつながるなぁとも思いながら、ちょっと見ております。だからこれが結構3代目でも、このコンセプトが今出るってことは多分あと2年か3年後ぐらいにはこういうベースでなんか出てくんでしょうね。今それほどね時間空かないと思うので、まあ今回あのもう2025年とかそのぐらいが結構近い未来として結構表現がされているので、遅くても25年、リーフが発売されてからで考えると、新型リーフが出てからのタイミングだと2025年とかそのぐらいだから、やっぱり3代目リーフがちょっと怪しいですよね、このコンセプトかって勝手に思っております。まあ何にせよ日産は今 EV 化さらなる加速ですよ。これから5年のうちに2兆円ですよ、2兆円投資していくんですよ、電動化加速のために。だからこれ結構なる威力ですよね。でさらに言うと、この2030年、ここの中間期のリミットまでに、電気自動車15車種を含む23車種新型の電動車を導入するっていう形でなっております。その時のグローバルシェアでの、要は電動車のモデルミックス率は 50% 以上だから、2030年段階では日産の、販売台数のうち、半分以上が電動車になるっていう目論みで、今生産体制とかを組んでいるっていうのが中身になります。でその生産体制とかで言うと、まあバッテリー
テリーがやっぱりしっかり確保できてないとなかなか難しいので、バッテリーもちょっとね大掛かりですね。数字で言うと2026年段階で 52GWh ですよ。2030年段階、このもう2030の約束の日になった時には 130GWh のバッテリーの生産体制をパートナーと共に組んでいるという話です。まあなので日産としてはそのバッテリー確保しているということは、だから割ったら分かりますよ、どのぐらい日産が生産台数をあの電気自動車を売ろうとしているのか、グローバルで。だから130ギガワットアワー割る、だいたい例えばアリアでいうと65キロワットアワーと90キロワットアワーで、モデルミックスで比率で考えると、どうだろうな、75ぐらいで割ったら、ちょうど平均値とって、まあ、75ぐらいで割ったら販売台数出てくるんじゃないですかね。ってちょっとまだ計算もしてないのですいません、あの今テロップに出てるかもしれないですね、なんとなくの。だから電気自動車がどのぐらいの台数になってるかっていうあたりがなんとなく読めるんじゃないのかなと、あくまでも日産の読みですけどね。でもちろん、その時に今みたいに電気自動車が高かったらなかなか実現できないので、まあ、そのあたりも手を打っております。日産としては2028年度の段階で、だから30年に対しては2年前倒しですけど、2028年の段階で1キロワットアワーあたりの製造コスト、要は電気コストですね、製造コストというかもう電池の全部含めたコストで今よりも 65% を削減です。どうやって 65% も削減するんだというと、コバルトフリーですよ。だからまあコバルトが高いので、なのでコバルトを使わない、まあリン酸鉄とかまあそのあたりをやるんだと思うんですけれども、コバルトフリーでの、バッテリー確保という形で130ギガワットアワーの生産、まあ、バッテリー体制を組むっていう、そういうお話でもありますよね。で今バッテリーの話になりましたけれども、ちょっとね興味深いのが、今回このアンビション2030で僕がね目止まったというか、僕だけじゃないですよ、みんな目止まったと思います。なんともう明言してきましたね、2028年段階日産全固体電池のモデルが登場するっていう、そういうお話ですよ。びっくりですよね。しかも自社生産するっていう話なんですよ。生産ラインも組むっていう話なんですよ。そこがねちょっとびっくりで、その全固体電池においてはこっちこっち、この3台、この3台が、だからまあそのまま全部いっぺんに出てくるとは言われてないですけれども、これら3つのモデル全固体電池で登場させたい、ある意味モデルたち、だから同じこれプラットフォームなんですよ。今プラットフォーム名としては明確なるものが今言葉としては出てないですけど、日産 EV テクノロジービジョンっていう、まあそういう名前になるのかな、ある意味。まあ全固体電池のエネルギー密度の高い状態で、急速充電等もまあハイパー急速充電ですよね。まあ、それらにも耐えうるこの全固体電池をなるべく低く積み、さらには軽量化も推進し、さらには重量バランスももちろん整え、でそこに E4 を使って、運動性能等を上げるっていう形で行っているこの3台で、この3台が面白いですよね。まずは中央から日産マックスアウトですよ。だからもう電動車のパフォーマンスをもうマックスでフルに発揮しようっていう、まあそういう狙いのものでしょうね。だから低重心を極める、運動性能を極める、そのあたりが特徴だと思います。まあさらには今これ屋根もないので超軽量とか、まあそういったあたりも言えるかと思います。でさらにこちらがサーフアウトです。だから日本に入るかどうか何とも言えないところですけど、グローバルで考えたら、だから北米とか見てるのかもしれないですけども、だからピックアップトラックですよ。オフロード性能であるとか、まあ、電気の活用ですよね。だから EV の電気を移動させるとか、そういうのも考えてるのかもしれないですし、まあ、だから NV 系のあの今 EV で今日産がやってるものですよ、電気を移動させるみたいな、まあ、さらには E4 とかも使いながらっていう形だと思います。でこれが将来のある意味クロスオーバー車というか、ミニバンというか、マルチパーパスビークルですよね。これがハングアウトですね、日産ハングアウトとしてこれも発表がされております。まあ、だからまあ将来的にはこの時には日産のプロパイロットもどんどん進化してますので、その時に空間が移動するって EV で、だから部屋が移動するみたいな、そういう多目的スペースをどういう風に使っていこうかみたいな新しい提案も含めて、この EV でできる今可能性を最大限使ったところっていう形で、低床でもあるし、フラットな床面でもあるし、でさらには快適性、静粛性、そのあたりを長けた車で、このマルチパーパス
ビークルを作るとどうなんだっていうあたりのコンセプトモデル。だから性能パフォーマンス重視、トラックで、まあ、実用性重視、ユーティリティ性重視っていう形のこの3台が全固体電池で出てきます。2028年に全固体電池が出るって言ってますけど、それが1車種だけかもしれないですし、3つ出たらすごいですけどね。まあでも、もうこの3つが同じプラットフォームベースでできるっていうのをもう言っているので、これも楽しみなところです。こういう未来を見せてくれると、なんかいろいろ計画立てれますよね。で、2028年ってそんな遠い先じゃないですもんね。で、さらにここで言っていたパフォーマンスであるとか、要は E4 がやっぱりね、今後結構日産の技術力の、なんて言うんでしょう、この EV の肝になると思います。やっぱりこの電気だからこそできることっていうのがすごい大きいんですよ。ちょっと今日はそこで面白いものもあるので、ちょっと今そちらに寄り道しましょう。で、こちらですよ。こちらに来るとちょっといろいろ分かります。これ日産自動車と、これ JAXA がですね、共同で今開発しているものになります。で、まあ、月面のローバーですね、あの月面探査機になります。この月面探査機って求められているものが、かなりこの E4 がと相性がいいですね。これそもそも E4、 今動画をちょっといろいろ差し込んでおきますけれども、もともと僕、あのトラクション能力であるとか EV すごいっていうのはもともと言ってるじゃないですか。で、日産はそのあたり初代リーフ出してからもいろんなデータも取れてるので、やっぱりそのトラクションのかけ方とかレスポンスとか、やっぱりね、まあ、最近 EV 車をやったところよりかはやっぱり技術蓄積はあるんだと思います。で、こういう砂地、例えば月面とかで、日産としては砂漠とか、だから先ほど言ってた全固体電池で、あのピックアップトラックがぬかるみを走るとか砂地を走るとか、ああいったところでも E4 の技術ってどんどんあの極めていきますけれども、こういう JAXA と共同でやった時にもっともっとさまざまなことが分かるというところで、だからこれはウィンウィン関係の、今 JAXA と日産の共同開発の月面探査機のローバーですよ。で、例えば砂地であるとかで、これ絶対スタックさせちゃいけないんですよ。月面探査機って、要はスタックさせた時に助けに来れる車両がないじゃないですか。じゃあスタックしないように、何かの補給類のスタック脱出の何かを積みますかって、そんな車が重くなるような無駄なエネルギー効率悪いこともできないじゃないですか。で、そもそもタイヤが空転しちゃうって、その空転もエネルギーなので、そんなエネルギー効率悪いこともやりたくないじゃないですか。だからそういったのを考えた時に、本当この E4 技術、トラクション能力っていうのはすごい生きてくるっていう、そういう話で日産と今 JAXA が共同で開発してます。で、あのプレゼンテーション聞いてても面白いのは、要は砂って走行抵抗が増えて、で、まあ、車両重量とかタイヤの太さとかいろいろ関係しますけど、走行抵抗が増えた時に結果としてその抵抗分でタイヤが空転するきっかけにもなったりしてっていう、砂の抵抗って結構僕は悪だと思ってたんですけど、いや、逆の話で、それ空転させなかったら砂の抵抗ってある意味加速力の方にも活かせるので、要は抵抗があるからこそトラクションというか車を進める力にもなるんですけども、抵抗があると空転しやすいので、この空転をコントロールさえできれば、結構砂地は、進む力が強いっていう、そういう話でもあるんですよ。で、もうあの絶対これエンジンではできないですけども、もう過去にもいろんな雪道とか走った時にも言ってますけど、エンジンの場合って空転したらもう慣性がつくので、どうしてもそれをブレーキで止めるであるとか、あのランクルとかで言えば、まあそういったタイヤをなるべく滑らさずにって、あれはあれで技術すごいんですけどね、クロールコントロールという、あの砂地とかのスタックからも脱出するとか、でもあれってエンジンで発生したエネルギーをブレーキ制御とかを使ってエネルギーを殺すので、だからそういったことなんて絶対探査機なんかでできないじゃないですか、エネルギー効率悪いので。だからいかにこの空転させずに、いかにタイヤをゆっくりコントロールして回せるかって、トラクションロスしないように回せるかっていう、それをやろうと思ったら、目標トルクに対してしっかりとそのトルクをバチって出せる、コントロールして出せる電気はすごい相性が良くて、まあ、なのでこういった月面をスタックせずに走れる技術開発が結果として E4 の、まあ、例えば日本だとないでしょうけど、砂漠を走れるとか、そういった技術にまで通じてきて、でもちろん E4 はそれだけじゃなくて、あの内輪外輪とかでの、トルク制御であるとかを使ったり、あとは、まあ、これから先アリアが発売されたら、もう嫌ってほどそういうの、あの動画が上がると思うんですけども、ブレーキ踏んだ時に前のタイヤ、後ろのタイヤで言ったら、後ろのタイヤの方の、回生エネルギー強く出したら車があまり前のめりにならずに止まれるであるとか、まあ様々な
姿勢安定にもつながるっていう、だからそういうさまざまな制御がより今までガソリン車ではできないことができるっていうところも前面に生かしながら、でこれ今4つのタイヤが切れるようになっていて、まあインホイールモーターですよね、もう完全に。でまあ、これはだから JAXA さんと、開発しているって、だからこういったコラボレーションで培われている技術も含めて、今後全固体電池の先ほどお伝えしているあちらにある3台のコンセプトモデルとかが出てきて、日産車としては商品力がどんどん上がっていくっていう、まあ、そういった今の日産の将来ビジョンとして今回はアンビション2030が発表されております。まあちなみにじゃあ今まだまだ全然市販に対して遠いじゃんとかっていう声も聞こえてきそうなので、ちなみにの話で、あのやっぱ今日産と言ったら e パワーの部分だと思います。まあ e パワーで言ったら今後声が大きくなったらこういう車も入ってくるかもしれないですよ。でそれで言うと、もうこれなんてすごい近い将来、これね面白いですよ、中国市場向けだから、あのある意味こんなはっきり書いてますけど、もうエクストレイルって書いてますから、もうこれ日本で全く発表されてないですからね、このエクストレイル。だからこれ磁気型エクストレイルってことですよね、これ。うん。まあ中国仕様になっております。なので、まあこれが e パワー積んで、まあ今後、まあ日本にも、まあいずれ入ってくるんじゃないですかね。はい。え、ちなみに後ろ見せろ。はい、ちょっとお待ちを。はい、後ろこんな形。はい。まあエクストレイルです。もうこれだけはっきり背負ってますからね。はい。うん、まあ e パワーですよ。で e パワーを積んだものとしては、はい、こちらのフォードはですね、グローバルで考えたらありますよ、シルフィです。はい、これも中国仕様ですね。はい、まあこういうモデルもあります。でこれはキャシュカイかな。はい、キャシュカイですね。はい、キャシュカイも、なるほど、ヨーロッパだ、キャシュカイ、これ日本に e パワー入れたらいいのに、これは入れたらなんか行きそうですけど、売れそうですけど、エクストレイルよりもちょっと一回り小さいキャシュカイ、これ需要ありそうですよね。うん、これ日本入ってほしいですね、個人的にも楽しみです。まあこういうもう電気の力をフルフルに使った形で、日産はまあ今後もあの2030年、まあ将来的には2050年にもう車のライフサイクル全体含めてカーボンフリー、カーボンニュートラルというのを目指しながら進んでるっていう、そういう現状だっていうのを知ってもらうといいかと思います。まあちなみに、まあこういう電気って言ってる中で、もうちゃんとスポーツカーだってやってますよ。だからフェアレディ Z とかもやってますし、だからそれ楽しみですよね、来年出ますよね。でその新型の Z ベースでスーパー GT 来年もう戦うんですね。 GT500、もうこれ決定をしており、じゃあちょっとお見せします。今もう写真だけですけれども、もうほらちょっと発表されましたよ、 Z。 どうですかね、今僕これ撮ってる段階の時にまだその写真見れてないので、まあ、皆さん自身がコメントにかっこいいだ何だろうな、まあ、書いてください。まあ、Z もいずれ出てきますので、もうこれは年明けてから、うん、そう遠くない先で試乗もできるかと思うので非常に楽しみです。まあ、という形で、まあ、今回はですね、日産の本当今を、ちょっとお伝えするというところで、EV だけではなくてスポーツモデルとかもう様々なちょっと分野多方面で今日産全力で商品展開してますので、まあ、知っておいていただくといいかと思います。まあ、何にせよちょっと楽しみですね。これ本当あのスバルさんのビジブがそのまま S4 になったかのように、このコンセプトそのまんま商品化してほしいな。デザインもホイールの大きさも、ホイールこういう風に光ってくれたら超かっこいいな。うん、まあ何にせよ楽しみです。はい、ではでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。まあ日産の今をちょっとご報告でした。ではでは失礼いたします。イカライフォー。